マキロイコントロールボール。やば。まずどうやってストレートに持っていくのかっていうと、はい、フェンス面を、これちょっと飛距離は5ヤードが落ちるかもしれないです。はい、おお、超ストレート。おお。じゃあ本日2回目なんですけども、はいはい、あの前回ちょっといろいろ教わって、僕のスイングでちょっとこのかがみ込む意識つけてもらったじゃないですか。一応自分の中ではずっとやってて、ちょっとかがみ込む意識。飛距離は伸びました？伸びました。あ、本当ですか？すごい。ただ引っ掛けも多くなりました、うん、フック系の巻き玉みたいなのもかなり多くなってきたんで、一回見てもらってなんか直したいところというか、ちょっと気づいた点があればちょっとご指摘いただければなと思ったんですけど、はいはい、マジで飛距離は伸びたんで、ちょっと一回見てもらいたいです。 OK です。はい、行っちゃいましょう。はい、お願いします、はい、あと当たり、音が熱くなった気がします。そう言ってもらって嬉しいですね。確かに、ちょうどセンター狙ったら左に外れるぐらいじゃないですか。左に外れます、うん、センター狙って、だけど結構ギュイーンっていう巻き玉も結構多くなっちゃってる。ギュイーンもだからその自分の中でやっぱタイミングがずれると、うんうん、このしゃがみ込んでからのタイミングがずれるとめっちゃ巻きますね。今ちょっと調整したんじゃないですか。調整しましたね、巻いたから。はい、やっぱ巻いてたんですね、1球目あ、でもすごいちゃんとヒップスライドできてる。あ、できてます。このダウンスイング松山くんですよ、もうこれめちゃくちゃいい動き。これ超嬉しい。ここ、ここは腰のラインなんですけど、はい、ここからダウンでこう左にウエイトが乗っかってきますよね。めっちゃ光が、あ、いい。で、ハンドファーストにちゃんと来て、これ飛距離伸びるはず。おお。今ちなみに7番アイアンなんですけど、そんな飛んでないですよね。いや、飛んでると思います。キャリー155。ただ本番だと、はい、多分芝とか絡んできてミート率が下がると思うんですけれども、はいはい、でも行ってると思いますね。キャリーで155か。あ、素晴らしい感じです。今の僕からするとなんかイメージ通り、理想通りか、理想通りです。じゃあですね、まず、はい、じゃあ何で曲がってるのかっていうと、はい、これ一発目、まあ、これスイング横っていうのがフォロースルーのアングル、はいはい、でクラブバスっていうのが先ほど言ったように2ダウンが起きてるのかとか、はい、強が上がってきて当たってるのかとか、はい、で FTT っていうのがペース面の時のターゲットに対しての面の向きになるんですけど、うんうん、でもシンプルに見ていただきたいのがこのクラブパスとフェース面のアングルで、ですね、あの一番最初に来ていただいた時の、はい、あのスイングにちょっと近いんですよ。だ前のスイングは飛ぶスイング、はい、で修正した後のスイングは飛ばないスイングでも曲がらないっていう風になってくるので、はい、なるほど、そこを使い分けていきたいんですよ。あ、飛ばなくてもいいからまっすぐ行く球 と、うん、ちょっと曲がってもいいから飛ばしに行く球と、そういうことですね。なるほどなるほど。このクラブパスっていうものをちょっとずつ下げていきます、はい、クラブパスっていうのはどこがどのぐらいの数字だと理想ですか、うん、できればゼロに近い方がいい。クラブパスってこれがゼロ。なるほど。これが左、これが右の数値になってきます。なるほど。当たった瞬間にこうでグググって向いてくるので、僕の場合は2が下がりきってきて当たった時に右に 5.4 度の角度で当たっているということです。なるほど、はい、でそこからフェースがグググググっとかぶってくるのでドロップしてくるんですよ。はい、これがチーピンの原理なんですけれども。なるほど。なのでセミチーピンぐらいじゃないですか。セミチーピンそう、ドローとは言えないですもんね、うん、それね、ちょっと曲がり幅が強いみたいな、うん、なってくるので、はい、そこをちょっと直していきましょう。はい、わかりました。はい、じゃあ一回いきましょう、はい、一回スライスってもらっていいですか。スライス、はい、アイアンでスライスですか。うん、ドスライス。ドスライス、え、打てないんじゃないかな。うん、OK、サイド多分打てなかったと思うんですよ。はい、これでも僕の判断基準があって、はい、勝つための法則があるんですよ。はい、今スライス打とうとしたら本来だったらもっとカットに振ってこないといけないのに、はい、
りスイングプレーン、ほぼほぼストレートの動きにしっかり、はい、本当はこれが理想だったんですけども、はい、これ多分やるとまた当たんなくなってきてパニックになってくるんで、はい、必殺技があるんですよ。必殺技、今日ちょっとそれ練習しても大丈夫ですか？はい、お願いします。お願いします。今日の必殺技ですね、はい、マキロイコントロールボール。やば、出てきたマキロイ。まずどうやってストレートに持っていくのかっていうと、はい、フェンス面を、これちょっと飛距離は5ヤードが落ちるかもしれないです、はい、時計の12時の方向から12時半ぐらいに開くんですよ、フェースを。12時半、うん、はい、もうそれだけでいいです。で、ボールはやや左足より、はい、左足より5分ぐらい。それ何番でもですか？全体的に、全体的に、うん、はい。で、右足をちょっと後ろに引いてください。はい、クローズスタンスですね。クローズスタンス、はい、で、あとはフェースを返さずに、はい、左に振り抜くだけでいいので、これがストレートボールを打つ時の、これ、うん、ほんとストレートですね、まあ、ちょいドローかかっちゃったかもしれないですけど、はい、うん、なるほど。これが今一番現実的なショットかもしれない、はい、確かに。フェースを12時半の方、フェースを12時半に開いてちょい開きしといて、はい、で、ボールは左足より少し左足よりで、クローズにちょっといきます。もうちょっとクローズでいいですね。OK。あと左に振り抜くだけ。上げ方は、もう今まで通りで、もう今まで通りで、左に振り抜くか。はい。そのフェースを変えさずに。お、めちゃくちゃ右。めっちゃ右。でもこれもっと左に振り抜いちゃっていいですよ。もっと左。うん。めちゃくちゃ右なの。けど、ってことは本当もう少しボール左に置いてもいいかもしれない。左に振り抜く。フェースは返さない。左足のつま先線でもいいぐらいかもしれない。うん。何ですか。オッケー。おお。超ストレート。おお。なるほど。素晴らしい。これは10ヤード近く下がりましたよね。でも確かに、だけどそのクラブパスがだいぶ収まりましたよね。そうですね、うん、こういう風な USBJ 選手はコントロールしてます、はい、これってぶっちゃけライン出しってやつですか？それでは違う、ちょっとレベルが高いライン出し、ちょっとレベルが高いライン出し、普通のライン出しもできねえのに。普通のライン出しって、はい、ちょっと僕やってみていいですか？はい、いいですよ、お願いします。イメージするのって、はい、いつも通りに構えて、はい、振り幅を抑えて、はい、フェース面を返さないで、はい、あ、なるほど。これは3クォーターじゃないですか、はい、僕はちょっと小細工したのがフェースを開いて左に置くってことが大事で、で左に振り抜く、はい、なってくると、これもう右の左右左の左右と僕は説明するんですけど、はい、フェースを開くってことは右に飛ぶわけじゃないですか、はい、でもボールを左に置くと左に飛んでいきますよね。はい、確かに、あの捕まってこうやってそうですね、はい、してくるので、はい、で左にもっと振っていくので左に振って、あの飛んでいく作用が働きますよね。はい、なのでプラスマイナスゼロのはずなんですよ。なるほどね。でその後左に振り抜いて、いやこれ絶対ストレートだ、うん、あ、消えちゃったっていう、あの足し算引き算のスイングになってくるので、これが本当のライン出しです。これが本当のライン出しです。ちょっと左は12時半で左足よりクローズスタンス、はい、で左に振り抜く、振り抜く、ベースを返さずに左に振り抜く。あー、ちょっと違う、ちょっと見えたな。で、これでちょっと左に振り抜くか甘いと右に抜けちゃう、うん、ちょっとクローズすぎます。そんなこと全然そんなことないです。で、ちゃんと左に振り抜くことが大事だから左に振り抜く、うん、ここだ。あ、じゃあこうか。そうです、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 こういうことか、うん、
おー、俺それ通る、うん、俺も打った感触がマジで、おー、できた。これがマジで打った感触でね、分かります。あ、今のうまくいったみたいな。めっちゃストレートボール140、キャリー140だから、確かにちょっと落ちてるけど全然いいっすね。これを試合までに、これは使えるわ。ありがとうございます。取得しました。あ、取得はしてないけど練習します。いや、めちゃめちゃいい今の。ちょっと最後もう一回いいですか。あー、こんな右抜けた。あー、けど分かりますね、もう自分でミスが分かる。あとはもうそこで、はい、ウィリーさんのさじ加減でいいの、もうちょっと左でいいなとか。あ、なるほど。左を置けば置くほど絶対右には抜けないので。じゃあもう左足前ぐらいにちょっと全然いいですよ。ちょっと一回やってみます。で、スーパー左サイドに振り抜く。オッケー。まっすぐはまっすぐですね。なるほど、うん、確かにこのスイングして曲がり幅がないですね。そのスライスでも右にバーンってまっすぐ行くか、まっすぐ行くかみたいな。ちょっとやりすぎたら多分左にまっすぐ行くんでしょうし、この巻き球がなくなりますね、この打ち方だと。イコール右に受けがあった時にはすかさず左足前にボールを置いて、はい、左に振り抜けば引っ掛けることあっても、ケアはできますよね。なるほどね。これはマジ使えるかもしれない。これまだ対決まで1ヶ月ぐらいあるんで、ちょっとこれ取得したらマジで本当に強い。むしろアイアンこれだけでもいいぐらいですもんね。だってまっすぐ行きますからね、はい、で飛距離欲しい時だけ、まあ、例えばちょっと余裕がある、左右で余裕あるよっていう時にちょっと普通に振って、うん、だったらいいっすね、うん、あともう足し算引き算なんで、これは、はい、間違いない。じゃあちょっと練習します。はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、これいいな。いいっすね、今の。よかったよかった。